2回目です。でも同じあの、まあ、使ってるところの、まあ、ディーラーさんでもまた新しい商品が出てたりとかするのを極力いち早くあの目で見れるんで、はい、ビューティーワールドは来ようって、はい、決めてます。大きさの感じとか手に持った時の感じとかこう触ってみないとちょっとわからないものと、まあ、お化粧品だったらもうテクスチャーだったりとか匂いとか、匂いは全然もうインターネットでわかんないので、この質感はやっぱりここじゃないとわかんないんで、子宮ケアって言われてるのにお肌の調子まで良くなったとか言われると、あ、やってよかったとか、はい、置いてよかったなとは思ってます。ずっと一緒ではいけないんで、たまにちょっと新しいものを入れたいなとは思ってます。メーカーによってもその成分、まあ、スキンケアだった成分とかもあるじゃないですか。そういうお話とかも聞けるし、今取り扱っている商品との相乗効果とか、なんかそういうのも直接お話できるんで、うん、全然違うな、うん、2個体験したんですけど、インターネットとかやったら体験もできないじゃないですか。何かを買う方の立場になればやっぱちゃんと見て買いたいっていうのがやっぱ一番。18回サロンのアプリを作ったりとか、あとあのホームページとか、あのそういったものも全部手助けしてくれるみたいな。ここに来ていれば、まあ、今回流行っているもの何かなっていうのはすぐに分かるような感じです。やっぱりあの自分に合ったものを見つけるっていう意味合いでは、ちゃんと試してみるっていうのはすごく大事だと思います。11月に、よもぎ虫サロンを開業するにあたって、そちらのオーナーさんの方が出店されてるということで、来させていただいたんですけど、まあ、それ以外にあの何かそこにサロンに導入できるものが何かないかなっていうので来させていただきました。実際にお客様に提供する側になるので、実際に見て体験して、うんうん、はい、もう本当は買う予定じゃなかったものとかもやっぱり欲しくなっちゃいますよね。